宮迫博之さんが空手家の入江くんと、大相撲の観戦に行っていて、応援していた力士が迷惑だろうみたいな、スポーツ記事かな、芸能記事かな、クソみたいな記事が上がってたことについて、まあ反論というかですね、ちょっとムカついたんで、お話をしたいなと思っております。まあそもそもね、入江さんと宮迫さんは闇営業問題、なんか反社が関わってるのかの何なのか知らないですけど、闇営業問題で、問題になったわけですけど、別になんか犯罪を犯してるわけでもなくですね、単に吉本興業のですね、社内派閥争いみたいなものに巻き込まれただけなんじゃねえか説もあったりとかしてですね、本当テレビ業界とか芸能事務所とかですね、そういったところがこうグルになって、要は最近芸能事務所がですね潰れてるのも同じで、テレビに出してやるよっていうのが芸能事務所のキラー文句というかですね、決め文句だったわけですけど、テレビの地位がですね、ネットとか動画とか出てきてですね、相対的に下がってしまったことがゆえにですね、テレビに出してやるっていうの神通力がだんだんなくなってきたので、芸能事務所っていうのはなかなか苦境に、まあ、ただただマネージメントをしてるだけの事務所っていうのは全然苦境に陥ってるわけですね。他になんかプロデュース業とかですね、商品開発とかサービス開発やってるところは生き残ってますけれども、まあ、今回ですね、宮迫さんのことをですね、悪く言ってる芸能記者とかも、それのもうなんていうのかな、腰巾着みたいなもんじゃないですか。芸能マスコミなんて、テレビ局と芸能事務所の腰巾着みたいな奴らが、腰巾着っぽくですね、提灯記事を書いてるだけで、宮迫さんを腐す提灯記事を書いてるだけだと僕は思っていて、マジでほんとクソだなと。多分、入江さんはね、相撲業界結構、深くて応援してる力士とかも昔からいるんですよね。だから彼ら多分仲がいいはずなんで、別に迷惑なわけないじゃんっていう。てかお前らそんなことも知らないで、そんななんかよいしょ記事書いてたのかお前らっていうのが、僕は本当に今回の件で、すごく思ったことです。完全にですね、ローカルテレビ局とか深夜番組とかですね、ネットに比べて全然力衰えてるんで、そろそろみんな逃げ出したくなってんじゃねえのかなっていう風なところもあるし、相対的に地位が下がってるから、ゆえにですね、ネット業界で活躍してる人たちを腐そうとしてる、そういったところもあるんじゃないかなっていう風に思ってます。ネットの広告費がテレビの広告費を上回って、完全にそういう風になっていく時代が来たんじゃないかと思いました。ということで、いってらっしゃい。